わしの名はアリストテレス、万学の祖と呼ばれておる。今回は環境に優しいコンクリートの研究に取り組んでいる崇城大学工学部の先生を紹介するぞ。さあ一緒に扉を押し開こう。崇城大学工学部建築学科、武田浩二教授じゃ。一体どんなことを研究しておるんじゃ。私たちの研究室ではコンクリートに関する研究をずっとやってるんですけども、その中でも環境に優しいコンクリートですね、そういうものを作っていこうというそういう研究をやっております。コンクリートは町を作るのには欠かせないですよね。で、私たちの生活になくてはならないものではあるんですけども、もっといろんな可能性がコンクリートにはあると思ってますので、その可能性をいろいろと追求していくような感じで、その中の一つとして環境に優しい使い方ですね、そういうものを目指しております。コンクリートは皆さんイメージしていただくと分かるんですけど、冷たい感じがしますよね。それから無機質な感じがします。イメージがあんまり良くないですよね。で、色もなんかくすんだ灰色で色も悪いし、でなんか臭い匂いがしますよね、そんな感じでイメージが非常に悪いので、実はコンクリートっていうのはちょっと工夫すればとても素敵な使い方ができるので、私たちの研究室ではそうやってコンクリートのイメージアップを図りつつ、しかも皆さんの役に立つような、特に環境に優しいコンクリートですね、そういうものを作ろうと、日々研究をやっております。長年コンクリートのことをずっと徹底的に研究しております。コンクリートのことならもう何でも分かっておりますので、その経験と蓄積に基づいて、どうやったらもっといいコンクリートが、どうやったらもっと人々の生活が豊かになるような、そういうコンクリートを作っていくようなことを目指しております。何やら難しそうな話じゃが、具体的にはどういうことをやっておるのじゃ。はい、私たちはですね、環境に優しいコンクリートの一つとしてポーラスコンクリートというのを作っています。ポーラスコンクリートっていうのはこういうコンクリートですね。普通のコンクリートって、硬くて強くて重くて、隙間なんかない、そういうものですよね。だけどこれはその真逆で、こんな感じで穴ぼこだらけで、ゴツゴツしてて、隙間がたくさん空いてます。で、水をかければ下からザルのように出てくる、そういうものがポーラスコンクリートになります。これいろんな使い方ができるんですけども、例えばこういうやつをですね、海に沈めると、ここがデコボコしているので海藻がこうくっついて離れなくなるんですよね。なので最近海の環境が衰退してて、海藻がどんどん失われていってるんですけども、そういうところにこういうもの、大きなやつをですね設置すると、そこに海藻がついてくれて、で豊かな海藻がたくさん生えてくれると。でそこにたくさん魚が集まって、その魚を食べるさらに大きな動物がやってきたりとかで、海の生態系が豊かになると、そのきっかけを作ってくれるのがこのポーラスコンクリートということになります。これ作るの意外と難しいんですよね。作り間違えると中の空気が潰れちゃって、肝心の空洞が作れなくなってしまいますので、そこをうまく作っていくというのは意外と難しいので、日々試行錯誤しながらいいポーラスコンクリートですね、使えるポーラスコンクリートを作るための実験を続けているということになります。ポーラスコンクリートはですね、例えばここにあるような真っ白い、こういう石ですね、これ軽い石なんですけども、こういうのもありますけども、こういうので作って、しかも白いセメントを使えば真っ白いポーラスコンクリートができます。綺麗な白いポーラスコンクリートなので、こんなネズミ色のコンクリートってあんまりイメージ良くない、見た目のイメージが良くないですよね。だけど綺麗なコンクリートが作れるので、いろんな人に使ってもらえるのかなというふうに思ってます。ふむふむ、今後の目標はどう考えておるのじゃ。これからもですね、コンクリートの技術を使って人々が豊かに生活できるような、環境に優しい持続可能な社会が実現できるような、そういうコンクリートの使い方がもっともっとできるような、そういう取り組みをやっていきたいと考えています。崇城大学工学部建築学科、武田浩二教授のこれからの活躍がますます楽しみじゃ。